はい、ということで第2部スケモ祭りの第2部だね、はい、うん、始まりました。はい、ね、2人で書いてくださった佐々木さん、ありがとうございます。さて、うん、さっきね、2作品ご紹介させていただいたんですが、はい、続いての作品もねご紹介したいと思います。はい、行きましょう。はい、続いての作品はこちらです。うん、はい、モリリンさんからね投稿いただきました、うん、使用キットがモンモデルのシャーマンクリスマスエディション、うん、ね、タイトルは赤花のルドルフ、うん、ということでね投稿いただきました。わ、かわいい。このまとまりがねすごいかわいいですよね。このベースの上にね、そのクリスマスっぽい感じのこのアレンジがすごくねかわいらしい。コメントね、箱絵に一目惚れして数年前に購入しました。で今回、まあ、時期的にもちょうど良かったので選びましたということで、うん、すぐ見をした時に、おじいさんのスケールがものすごく合ってない違和感お腹がつっかえてるということで、すでに締め切りまで2週間を切っていて間に合わないかもしれなかったのですが、できるところまでやろうという気持ちで着手することにしました。塗装もねいろいろとねこだわってね作って、あ、確かにおじいさんのお腹がつっかえている、うん、ねえ、コメントでこのキット先月作りましたっていうねコメントもいただいてますね、うんうん、この作ったことあるキットをね、あの写真を見たりとかすると、あ、こうなってたなっていうのもわかるので楽しいですよねこれね、うん、あ、なるほどね、ガイアさんのあ、クリアオレンジでキャンディー塗装みたいな感じで装飾されてるんですね、うんうんうん、下地にシルバー系を置いた上に、ね、かわいらしい、上にオレンジ乗せて、うん、ちょっとカッパーな感じで仕上げてる感じですね。土台は、雪でね、マットメディウムを全体に塗って、ティッシュでなじませて、その上にスノーパウダーを振りかけて重ねていきました、うん、おー、なるほどね、ティッシュをなじませ、ティッシュを上に貼ったの？これは。おー、しっとりかぶせたってことなんじゃない？しっとりかぶせてあるんだ。おー、うん、なるほどね。あ、で、その上にパウダーをかけて。あ、この作り方は私初めて見ました。あ、なるほどね。勉強になる。うん、小物は、クリスマスの小物。は100円ショップや、手芸店なので書き集めました、うん、おー、なんかリボン、ちっちゃいリボンね作ってくださってるの ね、うん、すごい細やかな、ね、うん、コンセプトは箱絵にも登場していたトナカイです、うんうん、トナカイといえば赤花ということで花に見立てた方針をメタリックレッドにしたのが一番のこだわりです。なるほどね、うん、だから方針が赤いね。また方針から打ち出すのは玉ではなくてプレゼント、うん、お、クリスマスの夜に魔法の力で戦車を操り、これ戦車を操りでいいの、戦車を借り借り、うん、借り、プレゼントを配るサンタというイメージです。お、うん、時間がもっとあればブラックライトや電飾なども試してみたかったです。うん、当初イメージしていたものに近いものを形にすることができてとても満足です。特に戦車をリボンで飾るのはとてもワクワクしましたね。本物作りも含めとても楽しく制作できました、うん、なるほど、なんかなんだろう、当初頭の中にイメージしたものが形になるってすごい楽しいですよね。うん、うんうん、ね、モリンさんはね、うん、今でもスケールモデル祭り参加していただいたことがあるんですけども、はい、うんうん、今年はね、やっぱり
なんだろうね、参加者の方って年々こうスキルアップしていくというか、見せ方が上手くなるんだよね。あの写真一つにしても、うん、こういう最後の写真もすごい綺麗に撮られてるし、うん、で小物一つ一つも、うん、やっぱね、なんだろうね、こういう小物一個一個のクオリティとかこだわりが全体を引き締めるっていうか、うん、ね、あの戦車がディフォルメで、うん、サンタさんも可愛い感じだし、うん、全体可愛い感じじゃない、うんうん、でどっちかというとこうふわっとぬ緩い感じの雰囲気になりがちなんだけど、うん、戦車自体の塗装もしっかりシルバー拭いた上からクリアで金属感出してるし、うん、で小物もしっかり、うん、ちっちゃいけどもクオリティよく配置してるし、うん、でバランスもいいじゃないですか、うん、ベースの。だからなんだろうね、ちゃんとこう見応えがある作品に仕上がってるっていう印象があって、すごいね、これは僕もいいなと思って見てましたね、うんうん、確かにね、うん、これさらに電飾できたりとかいろんな楽しみ方あるだろうなと思うけど、うん、モリリンさんのコメントで一つ反省点を挙げるなら、うん、トップコートにクリアを吹いたのですが、クリアオレンジの乾燥が足りておらず、クリアが下のクリアオレンジを溶かしてしまって、うん、デカールが濁ってしまったことです。多分もっと余裕を持ってしっかり乾燥させていたら防げたものなので、そこだけは心残りですということで、うん、多分 ね時間がね、もう本当にね、時間に迫られるとどうしてもってところがあるんで、でもこれもやっぱりね、すごい経験だと思いますし、うん、あの写真で見る限りでは全然わからないというか、ね、綺麗に発色してると思うけどね、うん、すごい綺麗に見えるので、うんうん、なのであの学びがね、うん、ありましたね。あのなんか一つ作品を作ると必ずね、得るものがたくさん、ね、あるので、うん、冬場は乾燥遅いよね。ねえ、遅いですよね。うん、いや、かわいいなこの作品。なんかこう、うん、ちゃんとコンセプトも伝わってきますし、うん、あのまとまりがね、すごいいいですよね。ね、うん、ギュッとこう、ちゃんとコンセプトが詰められてるっていうか。うんうん、だからクリスマスツリーというかね、もみの木の高さもあるし、うん、ちゃんと高さもあるしね、いいですね。クリスマスリースみたいなね、鈴の飾りも可愛いですね。毎年この時期に飾れる、ああそういう作品もね、いいですよね。いいな。普通に本当お部屋に飾れるもんね、こういうのね。ね。お、ラストはケーキをデコレーションしている気分でした。あ、これ、うん、このコメントはモリリンさんかな？うん、ねえ。いや、モリリンさんも素敵な作品作ってくださってね、ありがとうございます、うん、そう、隙がないんですよね、ちゃんとね、この文字も入ってるし、そうそうそうね、ちゃんともやりたいことが決まってるからね、はい、ということで、なんかその、ね、自分がその作りたいなって思ってたものに近づけられるっていうのって、うん、やっぱ最初の頃ってなかなか難しいじゃないですか。そうね、作りたいと思ってもなんかいろいろスキルが足りなかったりとか、あ、なんか思ってたものと違うなとかっていうこともあると思うので、なんかその中でそのなんかなるべくこう頭の中に思い描いた最初に作りたいと思っていたイメージに近づけるっていうことって実はすごいんですよね。どうしてもイメージここら辺にあって、出来上がりここら辺でここの差で苦しむっていうのが、ね、ある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 けども、やっぱり一個一個こう技術を吸収されてるっていうのがよくわかる作品でした ね、はい、モリリンさん、素敵な作品ありがとうございます。そうね、可愛いだけじゃなくてやっぱこうカチッとしてるかっこよさというかね、すごいと思う今回、ですね、お、ありがとうございました。いや、ありがとうございます、こちらこそですよ、はい、じゃあ続いての作品いってみましょうかね。はい、はい、じゃあ続いての作品がこちらです。はい、もうね、これはもう選ばないわけにはいかないよっていう作品です。はい、はい、中島さんの作品で、知らぬい気候、はい、ピットロード700分の1の護衛艦知らぬいと、モデリウムの
知ってます、モデリウムっていうね、いいメーカーがあるんですけどもね、はい、こうモデリウムの700分の1の海上自衛隊 YT585260トン型衛船、まあ、タグボートですね、はい、うん、プラスモデリウムの防舷物セットも使っているというね、はい、素晴らしいジオラマなんですけどもね、はい、ヤードタグ、そうヤードタグ、ね、うん、覚えた、うん、で去年の放送で覚えた、うん、ヤードタグ覚えた、そうね、まあ、ピットローさんの護衛艦知らぬい、はい、写真で写ってる通りフルハルのキットなんですけども、フルハルと、ね、両方ともできるようにっていうことで接着しないで、はい、乗せ替えできるようにっていう形になってますね、はい、ヤードタグって何、あ、ヤードタグね、ご存知ない方はぜひ過去のトイラジのアーカイブをね見ていただいて、うん、ねね、ね、うん、はい、まあ、今回ね、まあ、知らぬ護衛艦が寄港してるシーンってことなんで、はいはい、タグボートで最後接舷するために押してってことで、はい、もうこの段階ではもう押し終わってタグが離れてってるところなのかな、すごいなんか生き生きと働いてるタグボート、うん、ね、ね、この港と船体の間にこの挟まってるやつが防舷物っていう、うん、あー、なるほど、うん、そう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 、ちゃんとこのアクセサリーをこの意図して配置してくださってるのが素晴らしいですね、うん、どうしてもね港につけるときに港側にこうゴムみたいなのが出っ張ってて、うん、そこに当てられるようにしてる港もあるんだけど、はいはいはい、そうじゃない場合とかはこういうふうに挟まって、うん、ね、こう防舷物挟んで当ててくっつけるって形なんで、なんでね、まあ、港のところに接舷してっていう形ですね、そうなんでね、うん、今回まあ護衛艦でいうとのサイズねこれぐらいなんですよ、まあ20センチぐらいかな、うん、なんだけども、それにプラス、まあ、モデルのタグボート加えて、うん、一隻で港にいるとねどうしても寂しいんですけども、うん、まあ、タグが一隻いることで、あ、そう、護衛艦の大きさも分かりやすいし、うん、実際にこう港自体が生きた港にね、うん、見えるようにっていうことで、ね、非常にこう、うん、うまく使ってもらえていいなっていうところで、ね、うん、これベースは何を使われてるのか、ああ書いてある、ね、ベースはね、うん、波板くんを使ってますね、へえ、うん、なんですね、ですね、まあ、波板に、うん、着色をして、うん、なんかこう穏やかな海というかね、うん、港の中の、ね、波がそんなにない海の感じがいいですね、うん、まあ本当はね陸上にも車両を置く予定でしたがって、あれだね、中島さんいらっしゃるのかな、じゃあ中島さん、うん、ありがとうございますね、あ、なるほどね、余力が、うん、時間があれば車両を置きたかったっていうことだったんですね、そう、これね車両も置くとね、うん、やっぱ車両が一番みんな見てるものなんで、うん、あ、車がこの大きさで船ってこんな大きいんだとかっていうのがね、船知らなくてもわかるんですよ、確かに、うん、なんか人間とか車とか、うん、普段、ね、目に映ってるものが置いてあると比較的しやすいですもんね、そうでもね、うん、これまあ大体船のサイズ自分は分かるんで、まあ、サイズこんなかなっていうんで、多分ねベースだったら A4 よりちょっとちっちゃいぐらいかな、ほう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 、のサイズだと思うんですけども、でもなんか思ってたより全然コンパクトですね、もっと大きなジオラマなのかと思ってた、そうなんですよ、うん、なんか船の方もしっかりね綺麗に作られてるし、うん、さらにやっぱ横にちっちゃい船がいるから、そうそうそう、やっぱ大きいものがより大きく見えるっていうのは、うん、すごいこう小物を置いた時の効果ですよ ね、 すね、この船も一個一個こう丁寧に、ね、作ってくださってるなっていうのすごく伝わりますしね、うん、そうね、波板もちょうど英語なんだね、そっかそっか、じゃあこんなもんか、そうだよね、ちょうど置いてぴったりぐらいだ、じゃあ、へぇ、うん、波板がちょうどいいね、湾内のないでる感じがちゃんと出てて、うん、ね、素敵、結構ね、海面作るのとか、うん、波板とか買ってきても難しいんですよ。ちょっとこう、効果をしっかりつけようって波をちゃんと作ろうと思って、やりすぎちゃうと、うん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 、なんかこう、ボコボコした感じになっちゃって。そうですね。うん、そうそう、うん、ね、いい意味で大きさ錯覚する、うん。そうなんですよね。なんか、
思ってたよりコンパクトでした。私も、うん、もっともっと大きく見えますね。精密感がなんかすごい、多分情報量が多いし丁寧に作ってくださってるから、うん、やっぱり視覚的にはもっともっと大きなイメージですね、うんうん、これね、あの港側の方とかにも、うん、これもうワンポイントやるんだったら車両置くのもいいけども、うん、なんかこう白線引いたりとかね、ちょっと、あー、なるほどね、うん、はい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 、はい、なんかちょっとこう物資を置いたりとか、うんうんうん、なんかちょっとアクセサリー的なものをちょっと置いたりとか、まあ一番簡単だとね人を置いたりとかもありますけども、あ、そういうのがちょっとあると、うん、まただいぶね変わってきて、うん、生きた景色になるんじゃないかなと思いますよ、うんうん、あでもね、あの時間がない中きっと、ね、うん、ここまで作ってくださるの本当に素晴らしいなと思って、ね、うん、やっぱあの大きさ錯覚するかしないかっていうのの大きなこう要素として、うん、こう物がかっちり作られてるかってところってすごく大きくて、うんね、処理が甘かったりとか、うんうんうん、塗膜がこうだれてたりとかすると、うん、そっちが目立っちゃうんで、はいはいはい、うん、それが分からない、ちゃんとパリッと見えて、うん、物がサイズが分かんないっていうのって、うん、綺麗に作れてる証なんで、はい、うん、こう海面とかね重さがある中で、うん、まあ、船の清潔感がしっかり出て、うん、やっぱこう栄冠はこうですよね、うん、あの多分、うん、いろんなあのコンテストもそうですし、スケモン釣りもそうですし、うん、あなんかしみじみ変わったなって思うのが、うん、あのモデリウムさんのね、うん、作品あの使ってくださアイテム使って作品作ってくださる方がやっぱいらっしゃるっていうのは、うん、嬉しいですよね、しみじみ、うん、すごいことですよね、うんうん、やっぱねこういう風に楽しみたいなとか、うん、こういう風に置いたらいいだろうなと思ってるのを、うん、やっぱ組んで使ってもらえるっていうのはね、うん、非常にありがたくて、うん、そうだからね、エッチングとか使わなくても、うん、綺麗に作ればこんな風にできちゃうんですよ。あ、線を引くならどこに、うん、やっぱ港の岸壁のアウトラインと平行に引くか、うん、全く関係なしにどっかにしっかり引くか、うんうん、これなんか港の写真とか見ると大体ね、あの Google Earth とか見て、うん、あーなるほどね、見るとね、うんうんうん、意外とこう港の岸壁のすぐ近くに駐車場みたいになってたりとかして、白線で区切られてたりとか、うん、結構ねいろいろあるんで、なるほどね、そういうの参考にね、なんとなくなんかこう荷物積んでみたりとかね、周りに、うん、やってみるとね結構それだけで印象変わるんで、おいいですね。この資料の探し方っていうのも勉強になるな、うん、なんかこういうイメージってなっても写真とかどうやって探すっていうのが、うん、分からないことがあるので、そういう時になるほどね、 Google Earth ね、そうそう、なるほどね、港の岸壁も、うん、あの一枚物の舗装になってるんじゃなくて結構ブロックになってたりするんで、うん、筋彫りとか入れてパネルっぽくしたりとかするときも、だいたい Google Earth とか見て、だいたいの1枚分分かると、うん、それでこう毛描いてあげるだけで、この陸上部分のところが1枚ペトーンってした感じにならないで、うん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 、ちゃんとこう舗装されてるのがパネルで敷いてある感じだったりとか、だいたい岸壁の幅も分かるんで、ここら辺までは岸壁で、そこから先はちょっと道路にしたりとか、うん、入り口作ってみたりとか、なんかそういうのもね、分かりやすくなりますので、うん、そうだからね、この段階でもめちゃめちゃかっこいいけど、うん、やっぱね、小物加えたり、もうワンアクセント入れるとさらにグッと良くなるんで、うん、これね、楽しいと思いますよ、はい、うん、まあね、あのスキャン祭りの写真が全てではないので、うん、この後手を加えてね、いただくのも全然ありなので、うんうん、そういうのやってったらね、多分ね、作っている本人も楽しくなるぐらいどんどんね、いい感じに情報入るんで、うん、いいっすよ、これ、うん、ね、なんか動きがある、生きてる感じが、うんうん、すごい伝わってくるから、いいですね、エッチングとかね、フィギュアとかで700の人間ちょっと置いてあげるだけでも違うし、うん、あのこういうジオラマって、うん、
何十人も何百人も置かなくてもいいんですよ。はあ、実際にこの港に船が寄港してくるときって、うん、まあ、最小限の人数が船の方からも出てるし、宅の方にもいるし、で逆にこれ港にこう船がついてきたら、はあはあ、あの紐を渡して地上の港の方のあれにくくるんで、はあはあはあ、それを受け取るために人がいたりとかするんで、そういうこう作業をするための人がちゃんとこういるだけで、うん、もうね作業中ってわかるんで。へえ、うん。そうですね。やっぱ一隻船がいるだけじゃなくて、うん、タグがいるだけで、うん、やっぱ寄港中だったりとか、はい、出港するとこだったりとかっていうシーンがわかるんで、うん、もうね役者としてはなかなかね素晴らしい。中島さんがね普段スケオ祭りでそう AFV を作ってることが多かったんで、そう今回ね、うんうん、船で来てもらえて、うん、しかもタグが入っててっていうんでね、うん、さらにいろいろやれるようになったら楽しいなって、うんうん、選ばせていただきましたですよ、はい、ありがとうございます、はい、素晴らしい。あ、スタイルボードは20ミリ圧ですっていう質問に答えてくださったんだね、うん、はい、あ、海の圧はどれくらいですか。あ、なるほどね、2センチぐらい、うん、ね、はい、ということで、うん、ね、中島さんありがとうございました。素晴らしい、うん、ジオラマ楽しいよね。うん、うん、お、ありがとうございました、うん、中島さん。こちらこそ。お、ありがとうございます、うん、なんか今日見てくださってる方 ね意外と見てくださっていて、ね、ありがとうございます、うん、はい、ご本人いた方がね、うん、直接リアルタイムで感想言えるといいですね。ね、はい、じゃあ続いての作品をご紹介します、はい、うん、こちらです。はい、ブーニャンさん、うん、はい、から投稿いただきました。使用キットがタミヤ12分の1ヤマハ VX、 これは1600でいいのかな、うん、ロードスターカスタム、うん、はい、ラップ塗装バージョンということでいただきました、うんうん、ラップ塗装なんですね、このちょっとこの目を引く塗装法ね、また、うん、あれでしょ、どうせ本物の写真撮ってからそれに似せて模型作ったんでしょ。ねえ、実写持ってるパターンなんじゃないのかなこれ。実写？ねえ、うん、毎回このサイズのバイクとかは騙されるな。なんかこの写真が、あ、うん、このベースの上に乗ってるとね、うん、この、あ、模型なんだなって思うんですけど、やっぱでかいベースを作ったのかもしれないもんね。あ、なるほどね、2メートルぐらいのね、あ、3メートルぐらいか、ね、ね、うん、すごい、12分の1って結構、あ、でも12分の1だからこれくらいか、ね、うん、12、うん、この太陽光で撮影してるのが映えますよね、これは。ねえ、なんかやっぱちゃんと作ってると太陽光が反射して本物に見えるよね。ベースのような公園に置いてるのかも。なるほど、そっちか。ねえ、あ、かっこいい、質感がいいよね。でしょうね、この、革の質感だったりとか、うん、この金属のギラッとした感じとか、ね、あの塗装で表現されたところのツヤ感とかすごくいいで、素材感がすごいいいですよね。革とかゴムの質感がすごいいいよね、うん、この反射具合がさ、うん、なんかすごい手入れされてる革って感じだもんね、両打ちでさ。あ、これはメッキパーツはメッキパーツのまま使われてるんですね、うんうん、なるほどね、うん、ラップ塗装って面白そうだね。ねえ、なかなかラップ塗装する機会ないもんな、うん、
船作っててラップ塗装しないもんね。そうですね、ラップみたいな迷彩ってあるんですか、船。ないね。結構パキッと分かれた迷彩が多いですもんね、船はね。大橋さん、ラップ塗装ってやったことあります？ラップ塗装ないです。あ、ないんだね。こういうの見てるとやってみたくなるよね。あ、ラップ、なるほど、ラップが来た。おう、ね、ジャパニーズラップが、うん、なるほどね。このバイク模型ってやっぱり作るの大変そうなイメージが、先入観があって、うん、全部具が見えてるじゃないですか。隠れるところがない、具が、ね、具が見えちゃうから、うん、なんかちゃんと頑張って作らないとね、あれかなと思ってたんですけど、この屋外撮影はいいですね。この外で撮影するとすごくいい、その本物に見える、あ、具ね、なんか中身が全部見えちゃうので。そう、車とかだったらね、あの、あ、そうね、隠れちゃうからいいやみたいなのとかでね、うん、できるし、うん、全部頑張んなきゃいけない感じがするんだな。なんかバイクもね、あのコックピット閉じちゃって、うん、ね、なんかこう、うん、ガラスの具合でそんなに見えないやみたいな感じになったりするけど、うん、バイクは本当ね、うん、もう無修正ですからね、ここら辺が ね。あのほら、車とか洗車とか飛行機ってこう裏返さないと見えないところとかあるじゃないですか。はい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 、バイクね、ほぼほぼ全部見えちゃうじゃないですか。見えちゃってるね。うん、具が全部見えちゃうから。そうだから、前にあの、うん、バイクやってみようと思って買った時に、うん、エンジンの色が分かんなくて、あ、そこで手が止まっちゃって、ね、止まっちゃったから、うん、本当にもうね、いい資料が欲しいよね、こういうの、うん、だからあの本当にバイク乗ってたりとか、はいはいはい、本当にバイクいじってる人が作るバイク模型は、うん、そう、ちょっとずるいなと思う、うんうん、1分の1買わないとね、見れないですもん ね、 ね、1分の1買って、うん、バラしたりとか、うん、メンテするわけでしょ、うん、そんな人が作る模型なんて絶対面白いじゃんねえ、うん、その1分の1を塗装とかもね、うん、再現して作るっていうのね、うんうん、あ、そう、私も気になったんですけど、うん、あのカバンとかの鋲は塗装されてるんですかね、これ一個一個てんてんてんってね、え、ね、あれすごいパキッとね、うん、これ大変ですよね、パーツ一体になってると思うので、これ、ね、何でしょう、この、あ、でもなんか塗ってるのかな、 ね、 ね、今すげえ気持ちいい瞬間だよこれきっと、うん、これ人がパッと見てどうしてんのか分かんないってことは、うん、すげえうまくやれてるってことだからね。あ、なるほどね、このなんか塗装割ってこうパーツ並べてやるところとかいいですよね。すごい。本当ね、なんかガレージの床がカッティングマットみたいになってるだけみたいになってるからね。ね、あと組み上げるだけみたいな感じの、うん、いやー、いいわ、達成感あるねこれ ね、 ね、すごい。バイクはやっぱこう部品部品でしっかり塗って作って、うん、本当に組み立てるみたいに組むもんなのかな。そうそう、多分そうだと思います。ね、いいね、そう、バラしてんのもかっこいいもんね。かっこいい、うん、あのほらタミヤさん の、 あの商品であるじゃないですか、額縁の中にバイクがあ、はいはいはい、バラバラになって、昆虫みたいになってるやつでしょ。そう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 、うん、かっこいいですよね、うん、バラバラにしてもね、ね、うん、なんでしょう、模型ってやっぱりチーク玩具なので、もともとの形ってどうなってるのかとか、うん、あと、うん、やっぱりその物にはちゃんと理由があるので、どういう働きをするのかっていうのがなんか調べていけるというか、なんか分かるっていうか、新しいまた知識が得られるっていうのもね、いいですよね。バイク模型の人って接着剤の使い方が上手なイメージ。あ、なんかね、ブーニャンさんのコメントね、制作コメントで、接着、メッキパーツの接着に複数の接着剤を場所によって使い分けていますって書いてあるんですよね、うん、だからなんか多分接着剤がの使い方がうまいんだと思いますバイク模型作る人はすごく上手なんだと思う、うん、
かちゃんとその、うん、なんだろうね、よく見えるために抑えなきゃいけないポイントがすごくしっかり抑えられてるんだなと思って、うんね、まあ、その鋲もそうだし、うん、各部の塗装での質感も出してるのもだし、ね、うん、だから普通メッキまんまで使ったらおもちゃっぽく見えたりとか浮くじゃない、うんうんうん、だけどこういうバイクで全体的に派手だし、うん、すごい綺麗にメンテナンスされてたらこういう風になるよねっていうので、うん、メッキ活かしてて、しかもあのガラスのとこの、うんうん、これ磨き込んでるよね絶対ね、コンパウンドとかでね、だからその磨き込みが綺麗になってるから、うん、屋外へ撮った時に光の映り込みがすごい綺麗で、うんうん、そういうなんだろう、バイク詳しくない人間が見ても本物っぽいって見えるのって。いや、もうこの写真すごいですね。こういうのが記号だよね。これバイクが詳しいから本物に見えるとかじゃないもん。うん、詳しくなくても、あ、これシート革なんだな、両打ちしてるんだなとか、ちょっとこうやんちゃなバイクでこういう塗装をね、してるんだなとか、なんかスッと入ってくるもんね。いや、あのちゃんとね、その丁寧に作ってくださってるっていうことももちろんなんですけど、うん、外に持ってって撮影をしてあげる愛情がね、うん、あるっていうのはね、すごく素敵です ね、 ね、うん、どう自分の作品を見せるかっていうところがやっぱ考えられてるよね、ちゃんとね。せっかく一生懸命ね、あの作ってあげたいって思って完成したものなので、うん、それをどう映える写真というかね、うん、一番かっこよく見える写真とか一番綺麗に撮れるような写真を撮れるかなっていうのを考えつつ、やっぱ外っていうのを選択肢としてね、うん、持ってくださってるっていうのは、うん、本当ね、うん、今回もそうだし、うん、その屋外で写真撮ってない人は損してると思う。なるほどね。試しに外持ってって撮ってみて、でうまく撮れたらラッキーだし、うん、うまく撮れなかったらもっとリアルに見えるにはどうしたらいいかなって写真見ながら思えば、はい、うん、多分わかると思うのよ、うん、もうそうですね。なんかあの太陽光ってすごくあのね、なんだろう、簡単に利用できて、なおかつ、うん、その模型をぐっと良くしてくれるものだと思うので、ぜひ外で撮るとか、うん、そのうん、外だとびっくりするほど違って見えることもあるね。そうなんですよね。あの太陽光と、うん、あのバックに空、ああね、うん、あの周りの景色映し込みたくないなってなったら、うん、こう手で持って上の方で下から撮ったりとかすると、うん、空がバックで映るじゃない、うん、本物の雲が映ってたりとか、うん、空が映ってるだけで、あと自然光で全然違って見えるから、うん、そういうのねちょっとやるだけでいいと思うよ。いいと思う、うん、かっこいい、うん、太陽光利用料0円 ね、スマイル0円みたいなね、うん、そうね。いやー、これすごい、あのツイッターでね、うん、家庭をねずっと、うん、あのアップしてくださってたんですよね、うん、だからこの写真とか見て、うわかっこいいなって思いながら、私もすごいその過程をねドキドキしながら見守らせていただいてたので、はい、素敵なお写真とともにね、すごい丁寧に作ってくださって、ね、本当にありがとうございます、はい、ということで、うん、ご紹介させていただきました、ブーニャンさんの作品でした。ありがとうございます。素晴らしい、素晴らしい。パチパチ、はい、じゃあ続いての作品いきましょうかね。いきましょうか。はい、じゃあこちらです、うん、はい、はい、ゆうさんが制作してくださいました。使用キットはエブロ、24分の1シトロエンタイプ H クレープモバイルウィズフィギーフィギュアだ。開業してた。フィギュアで終わってた。はい。作品、あ、他ね、いろいろ、マスターボックスの24分の1、オフィスレディ、ポニーテール、あり。
ポニーテール。ポニーテールありとか、ポニーテールなしがいる。なしがいるのかな。うん、コバーニさんの、24分の1ベンチ B、うん、コバーニさんの24分の1木箱セット D、うん、これ A も C もあるのかな。コバーニ模型工房ね。コバーニさんね、うん、はい、模型工房。はい、デリウムオンラインショップでも購入できると思いますね。静岡のメーカーさんですよ、ね、そうなんですよ、ね、うん、はい、作品タイトルはどこでも出来たてを、うん、はい、ゆうさんの、コメント、毎年見るだけでしたが今年は初参加です。わー、ありがとうございます。10年ぶりにプラモデル制作を再開し、3年目に入り、再開のきっかけの一つであるスケモ祭りにやっと参加でき、嬉しく思います、うん、普段は FVK や戦闘機を主に制作していますが、せっかくなので普段あまり作らないカーモデルに挑戦してみました、うん、ドールハウスのようなものにも興味があり、今回のクレープ絵を選びました。細かい作業も多かったですが楽しんで制作できました。うん、いいね、楽しい作品ですね。素晴らしいね。クレープっていいよね。クレープ屋開きたいもんね。開きたいの？またなんか超徳の扱いに困った時の大腰が出てるけど大丈夫？大丈夫。あのこのねエブロさんのねきっとね、うんうん、あのコビショとか。あのタミヤフェアとかにねブロさん出展されてるんですけど、うん、毎回毎回すごく気になってるんですよね、うん、いいな欲しいなって。ショートブレイプはもうなんか五感的に犯罪の匂いしかせんお菓子のお菓子の意味が違ってしまう、ね、うん、あの内装もねきっちり作ってくださってるんです ね、こういうとこのこだわりはいいよね。ね、素敵。クレープって、ね、うん、クレープがいいの、うん、クレープってワクワクしない、うん、まあワクワクするね、うんうん、あのこの丸い鉄板にこうシャッ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 ってなんかあのやりたいね。なんであれだよね、あの1年の野球部の人が持ってるみたいなちっちゃいのでグリンってやってさ、グリンってやるやつ、うん、でなんかこう細い金属のやつでさーってやってさパタンってやって、うん、すぐこうキュッキュッってやってこうなるじゃない、ね、うん、好きなだけ盛れるようにしたいよね自分でね、うん、好きなだけ盛ると食べるときにもうクリームブチ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 ってなるでしょ。あと、ね、あのおかずみたいな具が入ってるクレープ、おかずみたいな具、うん、ね、あトンボ、トンボです。そうです、そう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 、あのグランドナラスやつのちっちゃいやつみたいなのやるじゃない、ね、うん、やるやる。あ、この内装が綺麗に見えるのが、うん、素晴らしい、かわいい、なんかこういうのいいですね、すごくね、うん、なんか作ってて楽しいやつだよね、うん、こういうのね、あ、ベンチね、ベンチもちゃんとちょっとチラッとチラッと映ってますね、うん、すごいね、このベンチね、結構作るの、あのこの横のキーをはめるのがね、うん、すごい大変ですよね。折れそうになりますもんね、うん、そうそう、あのね、大越さんもついこの間このベンチ作ったんですよ。おーおーおー、はい、そうなんですよ、わかるわー、この感じ、うん、ちっちゃい、こんなんですよ、こんなんですよ、24分の1だ、こんなってこと？そう、5センチぐらいですね、うん、モデリング的には5センチって高い、でかいんですけど、でかい、そう、この露天みたいになっててベンチがあってとかってすごいいいよね、うんうん、ああ、そうそうそう、あの紙袋がいっぱい載ってたベンチをねそうそうです、そうです、そう作りました。だから多分同じキットを作ってるはずなので、すごく気持ちがわかりますですね、うん、これいいな、黄色のカラーリングもすごく綺麗にね垂れてますしね、うん、素敵ですね、うん、と制作期間が3週間おキットはほぼ素組みです、うんうん、
レッドカラーはいつも通りパッケージアートを見本としています。うん、へえ。なるほどね。いろいろと黄色発色させるのもね、大変だったと思いますし。うん。うん、そう、車を作ってる過程が楽しいもんな。うん、なんか本当にさ、車を改造して、お店を作ってるぞっていう気持ちになるよね、うん、こうなってね。うん、ベースは100円ショップのお盆に紙粘土で土台を作って、うん、タミヤの造形テクスチャーペイントで土を作り、うん、パウダーをかけて芝生、だからちょっとこういう感じになってるんだね、うん、なるほどね、内装の瓶、缶、新聞紙と小物は、ネットの画像を印刷して紙のまま接着しています、うんうんうん、すごい、リンゴは樹脂粘土で作りましたっていうことで、いいね、なんかこういう、ね、こういう車だけポンってあって、なんかみんなで好きなお店を作ったりとかしたいよ ね、しかもこれコメントで今気がついたんですけど、敷いてるのが英字新聞じゃないって、おしゃれ、お確かにおしゃっていいですね、なるほど、駐車心でおしゃれ、ね、おしゃれ出してくるのなかなかないからね、うん、いや、いいですね、素晴らしいね、この小物類作るのがね、ドールハウスみたいな感じで ね楽しいですしね、うん、なんだろう、このね、あの少女たちはお小遣いを持って来てくれてるんでしょうね、きっと ね、うん、駐車シーンにこれから英字新聞使おう。あ、いいですね。わあ、なんかいろんなもん持ってくる人出てくるんだろうな、うん、今後。うん。結構ね、その途中写真の写り込みも結構見ちゃいます。うん、見ちゃうね、うんうん。いちご新聞にしよう。懐かしいいちご新聞。まあ、そのロシア語が書いた新聞だけど。いちご新聞ありましたね。読んでました、読んでました。面白いよね、なんか車を使った情景でもさ、うん、さっきの赤帽と比べてさ、うん、だいぶ世界観変わるもん ね、これで。そう、多分スケールも同じスケールで、うん、これだけ ね世界観が全然違うっていうのが、うん、恐怖新聞がいい、もうみんな新聞大喜利みたいになってるけど大丈夫かな寿命縮まっちゃうよこれ、恐怖新聞、ね、窓ガラス割れちゃうからね、うん、あの強制的に届いちゃうからね、新聞って言ってガシャーンってまた入ってきちゃうからね新聞よりガラスが割れちゃうのがちょっと心配だよ ね、うん、いやでも英字新聞ね、うん、あの私撮影の時に結構使ったことがあるんですよ、うん、あの本の撮影の時にやっぱり下に敷いてる新聞が日本語だと結構文字がの方に意識がいってしまうので、そうだね、豚肉何円みたいなのが見ちゃうと ね、あの豚肉高騰みたいな ね、でなんかあの英字新聞にしたら、うん、英字新聞も英字新聞で結構そのなんだろ こう人の顔とかがこう写ってる面とかがあるので、うんうんうん、なんかねそれはそれで結構目がいく感じになってしまって、あの挙句の果てにあのスタジオで数日間撮影してたんですけど、うん、スタッフさんにいたずらされて、あのこの写真の中の人の額に肉って書かれて塗装してる時にずっとそれが気になってたっていうことがありましたね。その英字新聞もなかなか侮れません、うん、はい、あ、英字新聞100円ショップでなんかちゃんと文字だけとかっていうのもありますもんね、おしゃれですね、さすがですね、うん、あ、お店屋さん縛りのすけお祭り、なるほどね、うん、そうか、いや情報量多いね、あの、うん、きっとなんですけど、ね、丁寧に作ってくださって、この扉が後ろちょこっとだけ開いてるのもいいですね、これ ね、うん、こういうのがあると、まあ、車とかも楽しそうだなと思うよ ね、いいわ、はい、という
ということで、ご紹介させていただきました、ね、ゆうさんの作品でした。ありがとうございます。素晴らしい。クレープ屋さん開きたい。クレープ屋さん、さっきからそればっかり、いいな。クレープ屋さん夢があるよね。あ、セリアの新聞は偽のやつで、キャンドゥは本物の海外の新聞があります。なるほどね、すごい情報。クレープ食べたい。そうですね、なんか、ね、なんだろう、影響される模型ってすごい、ね、うん、あのトンボでね、そうそう、トンボでやって、うん、ね、多分なんかちょっとやったら上手くなりそうじゃない。うん、なんか超徳さん小器用だから、ね、小器用貧乏だからね、うん、すぐ上手くなりそう、ね。そうね、この後、あ、ちょうどいいね、あのおやつ時なのでね。ね、クレープの口になってるよね、うん。投げ銭システムみたいなので、投げクレープとかが届いたりもいます、スタジオに。ね、そうそう。ちょっとみんなあれですよ、大越さんのちょっと悪越さんなコメントだけ拾うのやめよう。小器用。小器用。ね、こういう風に馬鹿にされてるんでしょ、僕はね。小器用、ね。小器用で。器用ではないっていう。はい。じゃあ、続いての作品、もう一作品ぐらいいっておきますか、ね。もう一作品いけるよね。うん、はい、うん。じゃあ、続いての作品。参りましょう。はい、こちらです。はい。はい、出ました。はい、出ました。はい。はい。縁側を食べる上徳吉高です。はい、うわ、これはね、提出作品揃ってみたときに、うん、まあ紹介するでしょう。これはすごい。これはね、しょうがないよ。ね、蝶斗くんにすり寄った作品と言われるかもしれませんけども、うん、あのね、うん、単純に、いや、うん、今でもあるじゃない。あの、蝶徳をポスターにしてみたりとか。うん、あった。ね。なんか蝶徳っぽさを出してエントリーしてくる方、うん、今でもいたんだけども、うん、これね、なんとなくじゃなくて、うん、しっかり蝶徳を作るところからスタートしてるっていう、うん、意外と手間がかかってんのよ。なるほどね。蝶徳フルスクラッチだよ、だって。フルスクラッチなんですね。フルスクられる日が来るとは思わなかったよ。あー。すごいね。ね、びっくりですよね。寿司屋の大将がいないからね、まずね。ちゃんとあれ回らない寿司食べてますよ ね、針金からアルミホイルでパテ持って、うん、とかエビパテ持ってからちゃんとポリパテで仕上げていって、うん、ちゃんと人に仕上げてるっていう、このすごい工程としては普通に原型作ってる工程と変わんないからね、うん、そう、手作り感がね、初のモデル化ですか。あ、超特産フィギュアがね、そうね、うん、今までイラストになったことはね、うん、単純な顔の作りがバレてしまった漫画になったりとかね、あ、そうそう、いろんなことはあったけども、ね、うん、そうで、しかもこの家庭でね、はい、そのネタのケース作ったりとか、うん、その一個一個のフルスクラッチ率、うん、ハンドメイド部分がでかい。いや、これ、うん、あのなんかこういうのがあると思ったでしょ。プチサンプルとかありますもん ね、うん、ね、このなんかこう、そうなのよ、お寿司屋さんのなんか食玩的なのとかもあるんですけど、うん、ちゃんとスクラッチっていうね。そうなのよ。あ、お寿司屋さんの大将いた、一瞬いた。俺こんなやつが握った寿司食ってんのか。すごいね、よく握ったな、うん、これでね、すごいちゃんと ね急な、しかも赤いやつだから、ね、中に何がいるかが分かっちゃうっていう、うん、なるほどね。カニが握った寿司。アレルギー持ってたらもう何食っても大変なことになっちゃうけどね。いやー、だからさ、この何、出来上がりと出来上がるまでのこの手間がすごいのよ。で、こんだけ苦労して作ったのが寿司を食ってる俺っていう。すごいんだよね、こう、あの寿司
じゃなくて縁側を食べるっていう、ものすごいピンポイントな、寿司の中でも縁側っていうのが限定されてるっていうね。うん、しかもちゃんとこうお箸で食べるときに手を添えてるからちゃんと上品に食べてるんだよね。そうね、食レポできそうな状態だよね、うん、これはね、うんうん、すげえ似てるな、うん、改めて見たらすごい似てるっぽい感じになってんだよね、またね。すごい、ちゃんと美味しそうに食べてらっしゃる ねほら、こういう風にするでしょ。スタッフさんはそれするんだったら寿司用意してくれよ。ここでこうね、うん、こうね、食べさせてほしかったよね、うん、あーなるほど、似てる似てる似てる。あーなるほど、うん、いいですね、この角度すごいいいです ね、うん、すごいわ。え、ちょっと 手をちょっとやってみてくださいよ。 こうでしょ、こんな感じでしょ、うんうん、そうですね、そうですね、もうちょいちょっと角度を、肩を中に入れていただいてですね、うん、あ、そうですね、そうですね、皆さんスクショを撮ってください。今ですよ、スクショタイム。このスクショが何の役に立つんじゃ。どっちが模型だっけ。そうですね、わからないですよね。なんで今日に限ってなんかちょっと茶色っぽいセーターなんですか、緑のセーター着てくればよかったのに。いやいやいや、そこはもうね、うん、読みが甘かったよね。オレンジにしてたら見てたね、うんうん、次回はウニを食べる大腰で。なるほどね、大腰さん何が好きなんだろうね。俺は寿司が好きっていうのはもう公言してるからさ、うん、はい、大腰さんもお寿司大好きですよ。本当に、はい、一人で回転寿司に。ネタは何が好きですか。イカ、イカ、イカが好きです。じゃあ、あれだよね、あの回転寿司屋でイカを食べる大腰とお前が来るんじゃない次は。うん、イカでも縁側と色変わらないですよね。いやだって縁側ちゃんと上にあれだもん、ちょっと乗ってたもん、なんかパラパラっと、うん、乗ってた。イカはだってあれでしょ、場合によっちゃこう海苔でくるってなってるかもしれないし、なってるかもしれないし、ね、イカの下に大葉が入ってるかもしれないし、でしょ、だよね、ですね、うん、そうだよね、うん、めっちゃ寿司屋だけどお一人様専用寿司屋だよね、完全に ねすごいな。普段着でフラッと寄って回らない寿司を食べる上徳っていうね。あ、D さんからコメントで、うん、まさか あのまな板側にイカ2貫あります。あの奥にあるのイカでしょ。だって本当だ、うん、イカが2貫ある。なんだろう、この伏線かな、これ次につながる、ね、イカ2貫で、ね、イカ2貫すごい、イカが2貫だからね。本当だ、イカがある。手前のね、手前にね。ちゃんと間に大葉入ってる、これ。すごい。よかったね、大越さん。もう、イカが食べられるよ。やったー。ね、次、イカが準備されてた。ね、すごい。何この展開。どうなるんだろうね、なんか。ね、水着でイカを食べる大越とお前みたいな感じになるかもしれないね。すごい。これはね、うん、すごいよって、あのスケールモデル祭りをやりますよっていう告知、今回遅かったじゃないですか、はい、だから、うん、その瞬間に知ったら半月ぐらいしかなかったのに、うん、そうです、半月でやる作業じゃないよね、これね。え、これ半月で作ってだって1年間用意したりとかじゃなくて、うん、あの知ってから作ってる感じなんで、あ、うん、だから特貫で寿司屋を作って、超速作って、うん、なぜ寿司屋、ねえ。突然回転寿司屋に水着で入ってきた大越智恵がイカを食べてるっていう、うん、すごいシュールなやつが作れるわけじゃないね。え、なんで超徳さん回ってないの、お寿司なのに大越さんは回転寿司。大越さんって回転寿司によく一人で行きますって言ったから、ね、それはデータを大事にしたいじゃない。データを大事にするんだ。うん、すごいな、ちゃんと。あ、でもイカはまだケースの中にもありますもんね。うん、なる、うん、ネタが充実してるよね。ねえ、うん、ちゃんとね、サーモンとかね、マグロもいいサシが入っててね、美味しそうなんですよね。いいな、お寿司食べたいな。お寿司食べたい。
こういう時に気が利くスタッフだったらね、実際にお寿司が用意しちゃってね、うん、ねではっつってね、実際にこう縁側を食べてるところと、うん、こう半々になったりするんだろうけども、うん、残念、まあ、なかなか寿司食べたい、寿司の気配がしないもん、うん、湯飲みもめっちゃありがとう、ね、あこのゴツゴツしてるのがいい寿司屋の湯飲みだよね、うん、大越さんも来年作ってきたとしたら、そのペナペナのやつ、ペナペナのやつでこうグラッと押してちゃう、あ、そう、あのね、押すのいつもね、ね、もう力が足りなくてプッとなってる、ね、すごいなぁ、この、ね、うん、作ってるのが、素晴らしいなぁ、これはまあ紹介するよ、すごいよね、だってどこのキットも使ってないんじゃないのこれ、ね、スケールモデル祭りは、プラモデルは使わなくてもスケールモデル、フルスクラッチ OK だから、 OK なんだ、紙でも木でも何でも OK だから、だからもうね、いや、めちゃくちゃ楽しいんだなと思って、スケールモデル祭りをめちゃくちゃ楽しみに来たなってのが伝わってるから、うん、これはね、まあ選びますよ、ねえ、うん、え、靴靴は実際ちょっと覚えてる靴、あの赤いやつね、赤いやつ今日履いてきてるよ、あ、そうなんだ、うん、ほうほうほう、え、靴って写ってるありますか、あー、なんか見えた、あ、ほんとだ、赤い靴履いてる超徳が女の子みたいに言うんじゃないよ俺連れられて行っちゃうのかいやー、すごい、ちゃんと見てくださってるの、すごいですね、マニアックだなぁ、いやー、すごいな、超得マニアだね、超得マニアの皆さんからのお寿司、こちらまで待ってますんで、ね、ね、赤い靴ね、履いてる超得が、まあ、厳密にはね、僕の方が全然後輩なんで、呼び捨てにされても全然構いませんけど、お星姉さんにはいつもお世話になってますからいいでしょ、羨ましいでしょ、羨ましいわ、ね、立体化されたよ、うん、作品として、そう、ね、羨ましかろ、作品として立体化っていうのいいでしょ、うん、ワンオフ、あ、そっか、そうですよね、羨ましかろ、羨ましい、大越さん多分量産品にしかなってないので、でしょ、大越さんは基本的にそういう工業製品だもんね、工業製品ねそうね、なんかこうね、ワンオフってすごいね、うん、うん、ね、素晴らしい、大越さんもいつかこういうのを作ってもらえるように、ね、本当にね、そうですね、大越さんもいつか作っていただけるように頑張ります、ね、精進します、ね、はい、ということで、ね、うん、素晴らしいフルスクラッチの超徳さんを、ね、情熱を感じた ね、 ね、パッションがすごかった、パッションがね、ということで、リーさんの作品ね、はい、ありがとうございました、素晴らしかったです、素晴らしかったです、ありがとうございます、ここでまたちょうど、あ、そうですね、ちょうど1時間ですので、うん、ここでね、あとん5分ぐらいまた休憩を挟みましょうかね、うん、はい、はい、ということで、5分後ぐらいにまたね、うん、皆さんにお会いしましょう、はい、でアーカイブ見てくださってる方はまた明日の動画に、そうですね、次の動画に続きますので、はい、まだまだ続きますのでよろしくお願いいたします、はい。